機動戦士ガンダムに登場するガイア、マッシュ、オルテガ、ジオン公国軍の黒い三連星として有名なキャラクターたちです。ところでこの三連星、天文学的にはどういう意味かご存知ですか？今回はそんな連星という言葉についてのお話です。まず先に多重星について。天文学辞典には天球上で2個以上の恒星が極めて接近している場合にそれらの恒星を呼ぶのに使われる用語と書かれています。恒星というのは自らが光り輝いている星のこと。一番有名な恒星といえば太陽ですね。天球というのはプラネタリウムのようにドーム状に空が張り付いているように見える仮想的な球面です。私たちが地球から見ている星たちの位置はあくまで私たち視点で見たもの。例えば双子座、地球にいる私たちから見たらあの形になっていますが、太陽系を離れて見てみると馴染み深い形にはならないのです。星は実際あの形で並んでいるわけではないのです。だから多重星というのはあくまで今自分が見ている位置からさも重なっているように見えている、近くにいるように見えている、そんな恒星たちのことを二重星、多重星と呼んでいます。一方連星は多重星の中でもお互いを重力で引き合っている恒星同士のことを指します。有名な連星でいうとユニコーン、一角十座のベータ星が三連星です。肉眼では強く光る一つの星として見えますが、望遠鏡などで見ると星が三つあることがわかります。黒い三連星の必殺技、ジェットストリームアタック。3機のモビルスーツが1列に並び1機しかないように見せて攻撃する技ですが、まさに三連星という言葉にぴったりな技だったんだなと思いました。